さあ、これは僕の一般的なものを僕が感じたことを今言いますね。どんな人がいいんって聞いたら、大体の人が優しい人がいい。で、優しい人っていう条件すごく多くないですか？でも優しいって、じゃああなたにとって優しいは何ですか？優しいっていう定義がすごいこう広いというか、ざっくりしすぎてて、じゃあ自分が優しいと思える優しいは何ですかって聞いたら、それは絶対出てこないです。いや、怒らへんとか。でも僕、奥さんに怒りますし、で、絶対に今やらなければいけない。